日本ハム清宮幸太郎が11日から1軍昇格へ、6月は5試合で打率4割7分1厘、2本塁打。2軍調整を続けていた日本ハムの清宮幸太郎選手が、11日の中日戦から1軍に昇格することが分かった。ファームでは6月に入ってからは出場5試合で打率4割7分1厘。4打点、2本塁打とさらに状態を上げていた。打線の起爆剤として期待されているが、これにネット上では、清宮の1軍昇格に慎重なコメントも多いけれど、今の調子であれば、1軍に上げることは悪くないと思う。新庄監督は、1軍に上げた選手をすぐに使うことが多いし、それでダメなら、また2軍で調整でも良いのではないかな。今回の昇格で打てないと、最悪シーズン終了みたいな感じになってしまうから、必死に野球しよう。エラーしても取り返すつもりで、正直エラーはすると思ってる。エラーしてもいいから思いっきりやってくれ、元気よく、初球マン振り結構です。ここに来て選手の疲れ、相手チームからの研究により開幕からの好調さ、勝負強さは終わりつつある。特に水野、神谷は過去に年間数試合しか出ていないのだから仕方ない。交流戦終了後は0エース、清宮をスタメンにしてすぐには結果が出なかったとしても、しばらくは辛抱して使ってほしい。開幕後にマルチネスを辛抱して使ったように0エースを使ってほしい。打撃のポテンシャルは十分にあるはずです。後半戦は楽天の追い上げ、ロッテの仕返しが待っています。